ゲートが面白いって聞いたので、多分もうすぐなはずなんだけど。はい、気を取り直して迷子になりそうだった。行きます。なんか不思議なゲートって言ってたけど、トリッキーすぎるな。これ初見で行けんのかな、みんな。多分そろそろ、今度こそそろそろ、多分ね、この辺どこ、え、これか、え、あ、あ、こっち逆サイド見てた私。え、何、あ、へー、何、まず、おい、電車のあっちだ、電車のあっち、線路のあっちだ。そして、え、工事、え、工事現場よくわかんないな。これで合ってんのかな、不安です。え、いいんだよな、ホワイツ来ましたよー、オッケー。雨が降ってきた。今日は一番なのでここです。誰もいない日曜日だからさ、誰もいないか。やっぱ RV パークって、よいしょ、土日で泊まる人多いよね、きっとね。すごい、本当に横が線路だ。オーケー、今日は貸し切りかな。
回買ったのがこちらのステッカーです。この辺に貼ろうかな。結構いろいろ貼ってるな。寝る、そろそろ。その前に7月20日の水しぶき、これをね飲んで、あ、ケーキもあるんだった。これ飲んでコーヒー入れてケーキ食べて寝ようかな。今日はクッピーラムネを着てます。な、よし。これすごいクラフトビール美味しそう。柄が可愛い。乾杯。おうま、ピルスナーです。今日はね雨降ってたんですけど、オーニングを出してね、で今日はどちらかというとずっと日本酒を飲んでて、日本酒美味しいなって、んで今です。もう結構飲んだのでそろそろ寝ようかなって思うけど、ケーキを買ったこと忘れてたのでね、これからケーキの準備もしようと思います。ポチッとな、はい、ケーキいただきます。あとねコーヒーも入れました。おお、危ない。入れました。いただきます。美味しそう。今日は桃のショートケーキです。いただきます。ケーキ美味しい。うん、熱くて飲めない。はい、では出発します。 RV パーク、川と SL だっけ。さん、ありがとうございました。ここはなんかね、この QR コードリーダーによいしょチケットをかざすシステムで、これ面白いなって思いましたね。今までなんかねこういうシステムじゃなかったので、なんだろう、ハイカラだなって思ったし、あ、今ちょうど電車が通ってった。なんかすごい面白かった。やはりあの電車の横なので、夜とか夜中とかは静かですけど、朝方からやっぱり電車の音がねダイレクトに聞こえてくるんですが、まあ早起きできるのがいいのっていう風に思いました。SL がすごい良かった。皆さんぜひ土日だけしか走っていないようなので見に来てください。今日はね真夏日ですって。暑い。では温泉にでも入って帰ろうかな。ではナオミでした。このさ踏切渡るのも楽しいよね。一時停止して、はい、それではナオミでした。したっけ。バイバーイ。